はいどうも、後藤さんです。トレマーこんな感じでまだ6週とかになってるんですけど、一応何回かね負けて、2、3回負けてんのかな、意外と、まあ、10週ぐらいはしてると思うんですけど、いやーセールも来ましたね。でまあ今回は、まあ、セールはねさすがに買わなくてもいいかなと思ってるんですが、まあ、僕が好きなね通常絆決戦が来るということで、このドレイクとねコビーを狙っていこうと。で、3回目が酒場確定、5回目が新キャラ確定ということでね、もうこれはかなり狙いやすいと思います。で、提供割合を見ていこうと思いますが、まあ、最後の11枚目の酒場確定で、うわ新キャラ 46% か、ドレイクに至っては5分の1でしか出ない。あウソップ持ってないんでウソップも欲しいですね。バギーの 24% と赤髪、まあ、30% ぐらいが外れですけど買ってそうな感じですね。で道中はコビーとドレイク 0.63 ぐらい、えきついね。でまあ5回目の確定枠でコビーが56か、なるほど。まあ狙っていきましょうか。ドレイクが当たればね、まあ船長としても使えると書いてあったんで、まあ通常絆いなくてもね全然いいんですよね。正直通常絆決戦の場合はね超ボスコインとかもないので。ただね、ちょっと同盟も本当盛り上がってきてるので、まあ、ちょっと新メンバーをずっと募集してるんですけど、まあ、全然ね、僕の動画ぐらいじゃ応募も来ないので、ここでね、ちょっとちゃんと揃えて、まあ、絆決戦上位いけますよということで、まあ募集かけたいと、最初、まあこんなもんですね。さあ、行きましょう。で、今回が久々にエースサボもね、ピックアップされてるんで、エースサボとかも欲しいし、大看板のメンバーも欲しいかなと思ってますけど、もう赤髪ありがとうございます。赤髪よりも意外と赤髪引きますね。 5% なのにね、20連で1枚ぐらい出てくれればいいんですけど。さあ誰、おお言ったら来た、これは嬉しい、ありがとうございます。はいはい、おおドレイク違うけど、そこのこっちのドレイクくんの違う、今日欲しいドレイクはこっちじゃねえんだよ。いやー来ちゃうか。いやドレイクテーブルに入ってると信じて、いや入っちゃいけないな、テーブルに入っちゃうと3回目も5回目も来ちゃうんで。さあ3回目、ここね、ここ超大事。もう道中じゃほぼ引けない感じなんで、 0.6 とかでしたもんね。150分の1とかになっちゃうと思うんで、50連ぐらいじゃ道中でちょっと、おおしろ、おおそっか、キザルとかも来るのか今回、いいですね。青生地もね実はちゃんと引いたんで、さあうおー珍しい、僕らしくない引きをしましたね。えこれでドレイクが来たってことは、あとコビーか、ここでやめてもいいけどな、やめちゃってもどうでしょう。あんまりねこう引いや通常なんでね、通常絆決戦なので別にコビー行ってもいなくてもあんま変わらない、ね、交換のチケットとかってどの道あり余るので 56% ぐらいでしたよね。 46%43% か、まあ、コビーの方がちょびっと引きやすいですけど、いやコンプして同盟の応募を待ちましょう。コンプしたら同盟の応募来てくれると思うので、いや本当にね残り2枠なんですけど、いやーなんかこうこっちがね望んでたりなんか楽しくできそうな人っていうのを待ってますけど、難しいもんですね。うちの同盟本当入ってくれるとあんまほとんど抜けたりはしないので。さあここは誰、そうね、はいはい、お看板欲しいって言ったけど一人じゃねえんだよな。さあじゃあ行きましょう。もう5回引いたんで道中でコビー来てくれても安心しますけど、とにかく最後に来ればいい。さあ赤髪はどうでしょうかね、頼む。いや本当にここねコンプしてること最近少ないので、できたら、おお青生地も来た、これは嬉しい、いい流れ。さあよし、ありがとうございます。理想理想、いやー30連目でやっぱ聞けたのでかかったですね。ドレイクがね、ま
超すごいやつのドレイクも来ましたけど、いい引きでしたね。ドレイクもこれで重ねられるし、エースサボも来たので、で新キャラもそれぞれ1体ずつ引けたので、まあちょっと育成してね、まあ、絆決戦、まあ、前回の通常絆3位とかだったかな、3位とかで終わってると思うんで、今回ねちょっと強力なメンバーも入ってくれてるので、久しぶりに1位か2位を狙いに行ってもいいかなとは思ってます。ちょっとね、あの超絆決戦僕苦手すぎるので、通常絆で久々に2か1のねちょっとエンブレム取りたいなとも思っているので、いやー女性のね応募を待ってますけど、まあ、実際そんなにいないのかもしれないですし、ちょっとこんなね配信者のやっぱ男性しかいない同盟に入るのは怖すぎるんでしょうね。僕だったら怖いと思いますもん。なんでね、まあ、ちょっとあの上位狙いたい方で、まあ、他の同盟でもね頑張ってるけど上位に行けない他のメンバーがねちょっと走ってくれなくて上位行けないとかっていう方とかが来てくれるとなんか嬉しいなと思います。で、青生地も無事、全部ね、1体ずつしか引いてなかったので、ラストタップがちょっと上がるだけでも嬉しいですけど、でも本当に今ね、ちょっとトレマとかのモチベーションがあまり僕自身上がってなくて、いやー、ちょっとね、レッドのコラボでね、少しモチベーションが落ちちゃってたので、いやー、大好きな絆決戦でね、復活させたいなと思ってます。もうここら辺はサポートとか全然コビーもドレイクも上げとく必要ないようなサポートでしたよね。なんでまあまあ本当にね3セット目でドレイク引けましたし、まあ、全部まあ上限界突破してプラスは攻撃だけでいいかな、攻撃だけ振って、まあ、コビーとドレイクしっかり育てた状態でね、いやあと2人だね2人ちょっと応募募集をねかけたいと思ってるので、ぜひぜひ、まあ、同盟探してる方もう残りがね数日しかないと思いますけど、応募してくれたら、まあ、ちょっとね考えてみたいと思いますのでお待ちしております。まあ多分上位10位には間違いなく入るかなと思ってますけど、まあ、他のね同盟がどんぐらい走るかによって、まあ今回そんなに走ね、あの 8.5 周年ももう来ますので、来年の超来月か来月の超絆にみんな多分飛躍とかは取っておく感じかなと思いますが、まあ、僕はね通常絆でいっぱい飛躍使うのが好きなので、多分上位いけると思いますので、まあちょっとキャラもねコンプほとんどできているので、今回ちょっと走りたいなと思ってます。まあ本当に新しい同盟のメンバー募集してますので、ぜひぜひご応募よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。